メインシステムのカーネルを書き換え中。神経接続回路から大量の情報が逆流しています。グリーフの生命反応を確認。いえ、これはグリーフではない。あなたは誰なのですか？何を言っている？私はグリーフだ。グリーフのはずだ。なんだ、なんだこれは。流入する膨大なデータによりメインシステムの書き換えが進行中。異常事態です。未来は決まっていたはずではなかったのか。頭が割れる。メインシステムの書き換えが完了しました。明らかに異常事態です。ですが、すべて正常に稼働中。アーセナルを再起動します。グリーフ機が再起動しつつあります。ですが、あれはアーセナルではありません。あれが何なのか解析中。グリーフからの神経信号とアーセナルの制御信号の区別がつきません。もう一度聞きます。あなたは誰なのですか？私。我は。解析が完了し、あれはドミネーターで。いや、受け入れるだけでは足りな、いや、私に言え。まだ戦いは終わっていません。オーダーを決…もう手を、我々に残っている人としての心。さ、無駄だ。今の私には、世界の全てが手に取るように分かる。全てが遠い過去で、未来でも、まるで騙し得ない。言葉では説明できない。言葉は、そんなものでは何も語れない。人間はあまりにも未熟。ドミネーターから強力な重力反応を検知。予測される影響範囲を表示します。非常に強力な重力子の塊を射出したようです。あれに触れるのは大変危険です。ドミネーターの反応が弱まっていきます。私は負けたのではない。いくつか可能性があった未来への過程の一つでしかない。そして未来はいずれ収束する。心のどこかで恐れていたのだろう。人類が滅ぶ定めを救うのは
私ではないと思いたかったのかもしれない。いや、どうだろうか。それすらも自分ではわからん。お前が戦いの中で得た絆、それが運命を書き換えたというのなら、私が思うほど人類は愚かではないのかもしれない。私はこれでやっと解放されるのだな。ただ消える前に一つだけ伝えたい。私が見た未来、人類の次のステージとは世界の壁を越えることだった。壁を破壊し、進化した人類を率いてこの星の外、宇宙へ至る予定だったのだ。同時に私が人類の未来を決めることに迷っていた。だからお前を作った。自分が抱え込んだ責務を分け合う存在として、繰り返し絶滅する螺旋を抜け出し、本来ならばこの太陽系が消滅するまでに到達するはずだった生命の外宇宙への拡散、そう、知的生命が生まれる真の意味だが、我々は起きるはずのない事故でこの地へと落下した。そして私の創造主から与えられた使命を達成するためには、全てを早めるしかなかった。さあ、選ぶがいい。我々と共に生命の真の目的を達成するのか、それともこの地にない希望を見出すのか。星を継ぐ者よ、新たな世界が始まる。人類の存亡をかけたオーバル中心部での戦いは、解放旅団の勝利で幕を閉じました。しかし生還者リストの中にグリーフ、そして彼らがルーキーと呼んだ傭兵の名はなかったのです。共に戦った誰もが彼らの行方を黙して語ろうとはしませんでした。ネーションによりオーバルリンク計画の終了が解放旅団、そして人類に告げられました。しかし喜びはつかの間でしかありませんでした。世界を隔てていた壁が解放され、フェムト粒子、そしてイモータルたちが人類の領域へともたらされることになったのです。世界は変わろうとしています。もたらされた変革は、この星を赤い空に覆われた惑星へと、人々を別の進化した種へと変えるでしょう。人類が生きる場所がなくなる日もそう遠くはありません。その事実は多くの人々に絶望を与え、同時にほんのわずかな希望をもたらしました。今人類の総力を挙げて外宇宙への脱出計画が始まろうとしています。新たなる地、青い惑星への脱出、険しく困難な道のりですが、人類はきっとそれを果たすでしょう。そして何千年、それとも何万年後かもしれない。だがいつか必ず彼らは帰ってくるでしょう。欠けた月が見下ろすこの赤い星に、その時まで私は待ち続けます。あなたたちの選んだ未来を見届けるために、生命の旅が始まろうとしています。